それではオープンクラス決勝 C メインスタートします。はい、カチカチでにスタート。カチの車は斜めストレート、2番手には岡山選手、3番手に増田選手、こっち順通りですね、今のところ。こっちの車はバックストレート、2番手に増田選手が浮上、岡山選手がちょっとミス、この間に増田選手が2番手、立ち上がりは2台です。村田選手が順調に18秒1のベスト、マッカ選手のベスト更新18秒4、岡山選手が19秒1、村田選手29秒1、河村選手が33秒5のベスト。トップの車は高速ラインを通過、左側のセクション、きれいに穴に落としてバックストレート。車は ZX6、パワーソースはマックモアです。村田選手が18秒前半で安定した走行。トップの車は斜めストレート。いいですね。いいですね。はい、村田選手がトップ、2番手、マッサー選手、今、立体交差、きれいにジャンプ。鮮やかなカラーリングのマッサ選手、2番手の走行の車はバックストレート、斜めストレートに入ってきて、サークルから立体交差、きれいにタッチを合わせて高速ライン、今の周も18秒台。3番手に岡山選手、ピンク色のボディ、3番手走行中の岡山選手、今立体交差をジャンプ、高速ラインを通過して19秒台。少しずつ離れています。岡山選手少し食らいついていきたい。村田選手が現在トップ、2番手松田選手が急接近。はい、荒川選手ありがとうございます。トップの車は黒シルバーの車、2番手走行中は鮮やかなブルー、東京イエローシルバーですかね。トップ2台が立ち上がり、これね、トップ2台の差が 1.8 秒。3番手岡山選手がちょっと離れてしまった、2番手の松田選手から10秒遅れ。トップの車は左側のセクション、3番手走ってる岡山選手が今真ん中コース、真ん中トップの車が今立体交差、2番手の車は今斜めストレート。長野県の方は3分30秒が経過、ストレートを決着と、はい、大丈夫です。トップの車は今立体交差にかかるところ、2番手の車も間もなく立体交差のジャンプ、きれいにジャンプ。3番手の車は今斜めストレート、これだと4分です。残り1分。トップの車は少し中央付近立体交差。トップの村田選手、2番手は松田選手、ちょっと開いて 4.5 秒差。3番手岡山選手、4番手荒川選手、5番手に河村選手の順番。岡山選手が17秒台のベストを更新、17秒9、村田選手が18秒1、松田選手18秒4、荒川選手20秒4、河村選手が21秒2のベスト。残り間もなく15秒。トップの村田選手が今17ラップに入ってきました。
安定して18秒台で走行。はい、まもなく大時計5分です。皆さん、ファイナルアップです。荒川選手ゴール、平田選手ゴール、川村選手ゴール、増田選手ゴール、岡山選手ゴール、全社ゴールです。